軍用アンテナに向かうっていうのはメインストーリーなので、今回はサブクエをガンガンやっていくぞ。生かすか殺すか。あー、なんか、あれか。アサルテリトリーの取り合いをしてるってやつだ。インキュベイトビルでジャンクアサリチームを探す。エイブリーと、これ名前めっちゃ出てきてわかんねえんだな。フランシス。エイブリー。あとは、ジャンクアサリのリーダー、ポール。と、デイジー。と、息子のフィ、おー、名前が多い。行ってみるしかねえか。210メートル。朝の方がいいか？これどっちに着くかか、これまた。やだね、この分岐はね。今何時？時間出ねえな。夜の、夜、朝、夜？どっちがいいんだろうな。朝にするか、さすがにね。朝を迎えたら、行きましょう。ちょ。ジャンクアサリもね、そりゃいさかいになるかって感じではあるな。インキュベイトビル、やべ、おっ、落ちちゃう。そこに乗れるんだ。あっちね。ハテナがいっぱいある。なんだ、あ、ナイトランナーですか。二つ。え、上？あ、チャレンジマンだ。へえ。こんな細いとこ入れんだね。お？あ、そっか。最初長押しか。最初から連打でなんかたまりが遅えなと思ったら、長押しの後連打ね。で、チャレンジがあると。で、あの中、インキュベイトビル。昼間来ちゃったよ。結局ビルだったら夜だったのかな。大丈夫？ああ、ここっぽいけど行ってみる。フィッツ、フィッツ、ああ、ごめん、てっきり。デイジーだな。あんた一人か。ポールに頼まれてきた。仲間を心配してる。他のみんなは？この近く、ミルトンコートのラリビーって建物、現代アートの彫刻があるところ。フィッツはそこで会う約束を。ああ、フランシスとね。けど奴は話なんて通じない。狂気を隠すのがうまいだけ。フランシスは信用できないって言ったんだけど、フィッツは人を信じすぎるところがあって、待ち伏せに引っかかったんだと思う。ラリビーを確認してきて。看板でわかるから。わかった。フィッツの特徴は？中性で、髪は濃い茶色、目は明るい青、青いジーンズに黒いジャケットを着て、ホルスの目のピンをしてる。幸運のお守りらしいわ。よく神秘の加護だって言ってる。ホルスの目？なんだそれ。古代エジプトのシンボルよ。あんな、どうせ馬鹿げた迷信だろうけど、今だけは信じたい。フランシスのキャンプはセントポール通りと友人ガルニエ高速の交差点にあるマンションの一室よ。 A 店が崩落した場所。そっちも見てきてくれる？息子を連れ帰って、仲間も一緒に。いいわね。了解。あんたはできるだけ早くポールと合流しろ。今の人、左手に包帯巻いてたから、なんかおられたっていう人かな。あ、いた。ぽいし、あとフィッツ？登場キャラ、ちょっともう一回見てみる？どういうストーリーになっていくのか。タチの悪い盗賊のエイブリーとフランシス。エイブリーとフランシスはやばい奴ら。で、もともとジャンクアサリをしていたこっちのポールっていうのは、ポールがリーダー。で、今のがデイジーと息子のフィッツ。フィッツは人を信用しやすい。で、この
ホルスの目。これのバッジだかなんかしてるって言ったよね。とりあえずアイコン通り行く。あ、10分超えた。免疫が。あ、向こうなんかあるってよ。これで合ってるのか。暗いな。ちょ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 。ダメでした。どうも、私です。まだ？あ、そうそう、この場合は盗賊を倒したって出ないんだ。あいつらに殺されるとこだった。免疫力。ありがとう。クルセイダーズヘッド。お、なんか軍のやつだね。まあそれはそれとして、向こういけなさそう。やばい。お、黄色い、なんだ、なんでもないのか。いいか、そっちですね。あ、ちょっと変な、危ない。サイドステップ気味でジャンプしてしまった。至る所で待ってますね、俺が来るのを。上ですか。上ですね。いけそう。なんか変な風に斜めにジャンプしちゃうな。ちょっと気をつけねえとな。あ、びっくりした。自由の民のラジオでフランクがナイトランナーに伝言してた。いや、倒しに行けよ。エイデン、すっかり馴染みの顔だな。お、仲間と言ってもいい。マジで？じゃあもっと助けてくれよ。だから仲間を助けてやれよ。なんか騒いでんな。武器ある？いいか。うわー、あなたは関係ないんだよね、この事件に。こいつは？クソ、友好的な話し合いの結末がこれか。フィッツ？なの？ちょっと目は青って言ってなかった？あ、ゾンビになっちゃってない？なんか。フランシスと、なんだっけ、敵のやつ。わお。なんだ、地図にメモが書かれてるな。メモ。フランシス、あのガキに地図の通り縄張りを分けると伝えろ。あのガキってのはフィッツのことかな。合意のチャンスはエイブリーの地図。エイブリーからフランシス宛てに。エイブリーがヤバい方のリーダーか。なるほど。フランシスとバツっていうの、あれってなんて書いたんだ。エイブリー、フランシス、あ、ちょっと待って、フランシスとエイブリー二人で分けてるからめっちゃ広いじゃんそれ。で、ポール、黄色いところがポールでしょ。赤がエイブリー、青がフランシスで、フランシスとエイブリーは繋がってるわけだから、ちょっと領域取りすぎじゃないそれ。待ち伏せか。フランシスを訪ねてみるか。何か知ってるかもしれない。フィッツ、フィッ
2。お、なんだ？お、なんか、Windows が止まったのかなみたいな、そんな感じだね。行ってみるか。フランシスのキャンプでフィッツを探す。危ない危ない危ない。お、そこ？なぜに？違うとこに刺しちゃった今。青いやつだ。ジャンプ力上がんのかな。高っ。いた。そらそうかっていう感じだけど、高っ。青は危険です。青なのに危険です。うわすごっ。来たぞ。あの上ね、外から行けんのかな。あ、なんか通れそう。留守電？来ようとしてんな。さらに上だな。やめよう。わあ。さらに上？なんか取ったがいい？これなんかあんのかな。着々と世界が崩壊していってるね。2022年だったよ。6月だからちょっと未来だ。あと半年先の未来だ。上に行く、上に行く。どっから行くのがいいんだ。あ、全然ブラブラしない。あ、全然ブラブラしない。しゃあねえな。上に行きたい。もうつかめねえな。来たまえ。窓上だ。そうか、結局上か。こうまたこれ、前もこれ。あぶれー。ちょっ、おとなしく風に乗っていこう。ほら、あそこか。あの、なんだっけ、真実の愛だっけ、不滅の愛か。どっちだ、向き。この上だったりする？向きは出ねえな。待って待って待って。どっち？どっち？ちょっと待って。コンパスが出ない。ここかい？下ってこと？
ちょっと待って、え？盗賊、違う、なんか、あの、あぶら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 、おお当たる。これ珍しいね、レネゲートでもないし。うわすごいところから今朝がけで真っ二つ。フランシスのなんかですかこれ。フランシスのキャンプでフィットを探す盗賊と呼ばれてますね。どこにいるというのだ。さらに下か。ゾンビだな。あ違う、ん、あどうもすまねえ、ゾンビに見えたのよ、その猫背っぷりがさ。どこ、上にいるみたい。フランシスが、ノーマル。フィッツを探すのとフランシスと話すになってるな。どっちにつくかとかあんのかな。フランシスと話すんだってる。フランシスっつうとな、ドレイクを思い出すよね。フランシス・ドレイク。いる。さあ、選ぶのかな、俺は。フランシスか。何の用だ。フィッツとその仲間の行方がわからない。お前との話し合いに出たきりな。なるほど、じゃあ俺が怪しいな。武器はおろすから話し合おうな。全部最古なエイブリーのせいなんだ。そこから話すよ。あいつは欲しいもののためなら誰だろうと容赦しない。実の兄弟である俺にでもだ。フィッツが現れた時、エイブリーから自由になるチャンスだと思った。やつがどれだけ残忍なやつかってことを教えてやった。そしたらガキはエイブリーを倒すのを手伝うって言ったんだ。じゃあラビリーの死体は。エイブリーの手下だ。兄貴は誰にも容赦ない。だから一緒にエイブリーを倒そうって持ちかけた。断った連中がラリビーで見た死体さ。残りはメトロポールタワーに向かった。あそこだ。エイブリーはあそこにいる。フィッツは先に行った。俺は光栄として部下と残った。でフィッツたちは今どこだ。みんなは、ああ、エイブリーたちに捕まったんだ。フィッツは生け捕りにされた。手を貸してくれたあいつを見捨てたりはしない。だけど部下も死んじまって、一体どうしたらいいのか。フィッツは生きてるんだな。なあ、エイブリーは意識のあるやつを拷問したがる。待って、どこまで信じていいの。でもまあ先に見てくるものもいいよ。でもその部屋の中にフィッツいたりしない。大丈夫。高層ビルに向かう。フィッツが死んでたら次はお前だ。なんでだよ。やつは自ら出向いたんだ。哀れな母親のためにな。本当なのか今の話。こんなに実は囚われてるとかなかったか。計画通りに行かねえぞ。行ってくろ。じゃあ、あれね、待って、それめちゃくちゃあれじゃん。忍び込めんのこれ。待って、
思いっきり盗賊なんですけど。あ、どうしよう。忍び込むか正面突破か。うわ、まあそのグライダーで忍び込めはできそうだけど。うわあ、とすごい登り方するな。危ない危ない危ない。フランク、ああかなり上にあるぞ。だろ、 GRE がそんなとこに設置したのには訳がある。悪党を近寄らせないためだ。だがエイデン、お前なら楽勝だろ。アンテナの話、ここに、いやーしゃーねー、ガツガツ行くわ。来たまえよ、君たち。レベルいくつの人たちだい？痛い。ぼちぼち強い。おお、いいね。どこだ。敵の幹部を排除する、なんか同時進行してます、いろんなクエストを。あと上に軍事データもあるみたいなんで、ガツガツ行くか。こうなったらもう来るなら来いやっていうノリだわ。お宝いろいろあるんだろうな、これ。レンガ、まあ宝箱系を重視するかって感じだな。全然いないわ敵。発電機上行ってみる。フランシスが、あ、エイブリーがボスだったの、ここの盗賊団のボスが相手じゃあさ、交渉とか無理よ。やめてよそういうの。ビビらせに来てるね。アイテム回収タイム。弱っ。あ、弱くはね、いや弱いか、顧問だし。レベルは6だった。あ、こんだけだな。開くのこういうところ。開きそうだけどね、そのうちね。上って言われてんだよね。メモ、ルローインの霊場。上に行くには、そっから行く感じ。これいや違うわ、ん、これか。いやこれさ、あれじゃないの、軍事データのやつなのかな。いやでもいるみたいだな、フランシスが。下だぞ。登りすぎてしまった、登りすぎてしまったようだね。
めっちゃ笑ってる。開く？これか。ヒント、いや、ヒントないな。書いてある？そうじゃねえな。で、そう、あ、ここか。行くぞ。ここが。頑固なガキでしたね。あの目を見たときは、拷問すりゃすぐ泣くと思ったんですが。まあ、新しい情報は何一つ吐かねえし、黒幕はフランシスだな。ボス、あなたのご兄弟はまともじゃない。バカ言うな、シャーロック。あいつは何度も機会を伺ってたんだ。奴も、奴の仲間も近いうちに始末するさ。誰も残っちゃいません。全滅です。エイブリーか？会いたかったよ。ああ、またフランシスの手先か。ここは長いのか？ガキが拷問されてるって知るくらいはな。こいつが襲ってきたんだよ。今日初めて会ったってのに。拷問はまあ、趣味みてえなもんだ。俺を怒らせた報いだよ。フランシスもお前についてだけが真実を言ったわけか。フィッツはただ話し合いに来ただけだ。何があった？フランシスのせいだろ。実際俺は話し合うつもりだったからな。俺は地図を持たせて人を送った。縄張りの妥当な分配を記した地図だ。そしてどうなったかというと、このガキが現れた。フランシスに操られたんだ。あいつはそういうのが得意だ。俺はお前を消すプラン B ってわけか。フィッツのように死んでも奴に害はない。奴は一つ見落とした。俺たちは交渉できる。取引しないか？お前は戻って奴を殺す。そしたらお前を次の彫刻にするのをやめる。デイジーとポールに、ここはもう俺の縄張りだと言え。以上だ。ダメですね。両方とも有罪ですね、これはね。何が望みだ？あのバカガキを殺さなきゃならなかったことの帳消しだ。もうここには何もない。奴らも出ていけばいい。それでもまた俺の縄張りに面を見せたら、そん時は。さて、あいつらだって青い目のやつと同じことになるぜ。ギルティーです。ふざけるな、断る。好きにしな。やっちまえ。この流浪人め、一撃じゃねえかよ。死ね、クソ野郎。ちょ、一撃、悲しい。死体を確認しよう。エイブリー一撃だわ。香水おしゃれさんかよ。何も持ってない。で、フィッツなの？それ、それって言っちゃった。またフランシスも天誅しに行かないとね。ホールズの目、クソ、フィッツだ。苦しんで死んだのか、フランシスの野郎め。許しはしません。この世界は悪人が多すぎるな。なくなっちゃった。こじ開けるロックイージー。こじ開ける、どうやるんだろうな。まあこれはノーマルでしたけど。
ここ終わってないんだけどどうしよう。あ、待て待て、そういえばあれあるじゃない。軍事データ。あの上だ。あ、これか。開かないよね。すごい眩しい。割れちゃってる。なるほど、こういうルートか。どっからだ？これ行けない系か？うん？待って待って待って。いけるかどうかはここで判断できるので、いや、いけるはずだね。いけるはずなので、道が違う。フランシスに逃げられちゃうよ。あ、から上に行きたいのだが、うん、マジで？それか、それか。うわー、うわぁ、おぉ、ここから？で、そこにあるのか。他は？なんもんか。取れね。地味に行きづらいんだけど。見響いた。一個。あ、電池だ。レアなんだよね、電池。フックをアップグレードしたいので集めたいよね、たくさんね。で、あとここの拠点が終わってないんじゃねえか、俺は。オフィスタウン？さっきのあの金庫は？金庫どうなってんだろうね。これか。うわ、なんもねえでやんの。なんだここ。エレベーターもない。なんかただの密室になってる。ジップラインなかったっけ。いけねえ。いけるか。それで、いやー、待って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 。いいのかな、あのあれは。俺そっから来たのか。インヒビタ近づいてる。金庫かな、さっきの。やっぱり
これだよね。コンテナじゃねえな。でもどっかにヒントがあるのか。ないっぽいな。降りてみっか。どう登ってきたんだ俺。怖っ。で、あれかな、トーテムみたいのをグリグリやると確保したことになるから、それをやるといいのか。敵いねえな。占領しちゃうぞ。いいのか盗賊たちを。行ってみっか。ああ、そんなことするんだったらもう許さんよ。結構広いんだねここ。まあ渡れる。危ない危ない危ない。そんな風になってんだ。よう吊り橋渡したねここに。レンガこっち側に、あ、いるわ。ふざけるな。私です。あば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 。当たってないだと。やばい、でっけのがいる。はい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 。あ、いた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 。免疫ブースター使ってた。参っちゃうね。リーダーを倒すんだってる。なんか変だと思ったらな、回復しねえなと思ったら無駄に免疫使っちゃった。とか今の場合は医療用キット使った方が良かったのか。どこにいるんだ。まだ結構いるじゃん。おお、ガードが硬い。まだいる。これもまさかのバイラル穴。んなわけないよな。これ入り口か。でも UV もないからさ。あ、俺こっから見たんだね。ドクロが刺してある。あとどこにいるんだ。全然いねえ。どこだ。オーバーキル。いや、敵の場所がわからんな俺な。となるとイベント重なっちゃってたから、盗賊のリーダーってエイブリじゃなかったの。フランシスも倒してそれであれだね、完了になる可能性もあるわ。
全く人気がない。フランシスとこ行くか。じゃあひと気がない。行こう。じゃあフランシスにも天柱をくれてやります。あとあれが分かんなかったな、暗証番号が。あぶら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 、おお、ちゃう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 。取れるものは取っていく。どうも。新たな異教徒がっていうとこいつ今。異教徒。上に行けるのか。おお。来たぞ、上だな。いる？なんか屈強なる部下が。早いな。おお。おお、また。やばすぎんその肩。やったか。いや、戻ってこれてよかった。フィッツは無事か。お前の望み通り全員死んだ。フィッツもエイブリーも。次はお前だ。待て。エイブリーが死んだなら話は変わってくる。奴の部下も俺に味方するだろう。俺は絶対ボスになる。デイジーやポールより優れた。邪魔はさせない。お前にも。結局そうなるのよ。えい。おー、ちょっと待って、いいか。ちょ、あかん、危ない。おー、すごい避ける。ちょっと狭いところさすがに。なるほど、一瞬にして回復。すげえな。いただきます。これフランシス兄弟で香水か。うわー、往復がある。うわー、強い。3発目もあんだ。強い。うわ、いって、ちょっと待って。応急薬しゃあねえな、お前も。ショック効かね。めっちゃ強いぞこいつら。ダメですね。やっと一体。うわ、ちょっと強いなマジで。危ねえ、痛い。ふわー、なんかえらい強いんだけど。いって、おっ、危ねえ。
どっから登れるんだっけこれ。いたいたいた。ファイヤーの方がいい。ちょっと待って。あれ早くしね。あれ違うのこれ。ここで早くか。途中で話しちゃいけないのか。当たり前か。これで足止めできるわ。お前らな、硬すぎんか。さすがにちょっと落ちねえよ。しかも落ちちゃった。恐ろしい硬さだよこれ。フランシス、エイブリー、フィッツ、みんな死んだ。フランクの店に戻るしかない。ポールがどんな顔するか。デイジーだって。クソ。え、これってフィッツがやられないっていう選択肢あったのかな。いやー、行くわ、帰るわ。夜になっちまう。コンテナありそうだったな。ポールとデイジーがフィッツの母親？戻るしかね。この人だっけ。デイジーは戻ったのか。ああ休んでる。でフィッツは。フィッツは死んだ。フランシスのせいだ。エイブリーを襲うようけしかけられて。ま待て、フィッツが。ありえない、あいつがそんなこと。フランシスはフィッツの母親への愛とデイジーの怪我を利用したんだ。エイブリーは彼を拷問して殺した。そんな、ひどすぎる。母への愛のために自ら殺されに行くなんて、ふざけんな。分かった分かったよ。で他の仲間はどうなった。マルタやスノッリやマーメットは。姿は見かけなかった。だが生き残ったとは思えない。せめてフランシスとエイブリーは死んだと言ってくれ。倒したんだろう。二人とも始末したよ。奴らはもう来ない。みんな死んじまった。望んでもなかった戦いで。なんてざまだ。これからどうすれば。デイジーを慰めるんだ。仲間たちを弔って生き続けろ。報酬だ。この事件が誰かの役に立ってくれたらな。せめてあんただけでも。デイジーにヒッツのことを伝えてくる。気は進まないが、でも言わなきゃな。少なくとも息子の仇は死んだんだ。せめて気休めに。なるかってんだ。くそ、感謝するよエイデン。まあ救いのない話だったな。パルクール。レベルもこれで7になったのか。そうかそうか。パルクールも、特に、あ、そういえばこれ覚えたんだ。ダッシュな。アフターブースト。クラウドランナー。スライドジャンプかな。これからランディングジャンプかな。そろそろパルクールマスターになりそうだね。回転着地からジャンプ。戦闘が思った以上に上がらない。今、21パルクールが。戦闘が、17。